はい、こんにちは、文豪です。今日はですね、出張で大阪に来ておりますということなんですけれども、今日はちょっと変わったところから失礼します。新大阪の駅を降りたところでですね、まだ改札の中にいるんですけれども、今僕がいる場所、エクスプレスワークってこれまあ逆文字になってるかもしれませんけども、これどこかというとですね、駅のまあホームの中の待合室の奥にですね、ちっちゃいブースがありまして、そこにおりますと。で、これが、まあ、スマートフォンで予約ができる、まあ、予約制の部屋ということになっていて、まあ、ちょっと仕事をする用のエリアになってるんですね。で、まあ、こんな感じでですね、こう見ていくとこんな感じで、このぐらいの広さですね。どのぐらいなのかな？多分直径が2メーターぐらいの円筒って感じですね。本当に狭い空間ではあるんですけれども、その中でですね、まあ、こんな風にして、ちょっと机があってですね、仕事ができるようになってます。部屋の中は、まあ、こんな感じになっていてですね、ワイドで撮ってるから広そうに見えますけど、そんなに広くはないですね。その上にはですね、まあ、コンセントとか、まあ、その他があってですね、照明があってっていう感じですね。もう最小限仕事ができるブースっていう感じではあります。で、それから、まあ、上にはですね、ライトがあってっていう感じですね。これドアが円筒形なので、こんな感じでスライドレールになっていて、開くようになってます。足元には簡易のヒーターがあってですね、寒い時にはつけてくださいっていう感じですね。で、まあ、この空間しかないので、もう本当にですね、まあ、トランクとかですね、カバンとかを入れると、まあ、カツカツぐらいの感じですね。空間はこんな感じになっています。まあね、こんな感じで、まあ、机のところは四角いんですけども、後ろのところはこうやって見ていくとですね、まあ、こっち側はですね、まあ、こういう、ちょっとすりガラスっぽくなっているところがあって、こっちは円筒形になってますね。そんな感じのスペースです。こういう感じです。まあ仕事をするのに、まあ不足かというと十分な広さがあるなというふうな気がしますよというところですね。机の大きさはですね、だいたい横幅が1メーターぐらい。で、奥行きが50センチ弱ぐらいかなという感じの大きさですという感じなんで、まあでも PC 広げて手前にこれだけスペースがありますから、まあまあ、十分仕事ができるかなという気がしますね。うん。で、料金は、まあ、20分ごとに区切られていて、20分あたり200何十円だったと思います。今回ちょっと早く、大阪に着いちゃったので、100分で予約したんですけれども、100分で1200何十円ぐらいの、価格になっていたと思います。ということで、1時間あたりにすると800円ぐらいになるのかなという感じです。登録はですね、ここについてから、このブースの外にこういうチラシがあってですね、これを見ながら、登録するにはですね、エクスプレスかスマート EX の会員である必要があるということで、僕スマート EX を使っているので、まあその、ログインをしたところからですね、またちょっとね、もう一回登録はしなきゃいけないのでめんどくさいんですけれども、クレジットカード登録とか、それから、名前とか住所とかですね、まあ、二度手間ですけれども、登録しなきゃいけないんですけれども、それを登録すると入ることができますというところですね。まあ、ここら辺はね、もうちょっとシンプルにしてほしいって感じですけれども、登録するのに、まあ、10分ぐらいはかかったかな？もうちょっとかかったかもしれませんということで、案外、一回やってしまえばね、次からは同じ、ところからログインしてですね、まあ、登録すれば使えると。で、一応ですね、予約ができるので、まあ、駅に着く前にですね、予約をしておけば、駅降りて、すぐに使うこともできますよという感じです。入ると、まあ、これ、後ろ、まあ、上下は透明なんですけども、ちょうど真ん中あたりはすりガラスになっていて、まあ、外からはほぼ、僕が何をしてるかはほぼわからないと思うので、まあ、これはかなり、まあ、後ろがガラスっていうのはあるんですけど、だいぶね、気楽な感じで仕事できるかなと思います。ロックは自動で、かかるようになっていて、これ今開かないんですね。なんで、入退室の時には、出る時も入る時も必ず、スマートフォンで、解錠をしないといけないというふうになってます。まあ、安心は安心ですね。ロックされているので、他の人が勝手に入ることができませんので、例えばパソコンを広げた状態で、まあ、これ近くにスタバがあるんですけども、スタバでコーヒー買いたいって言った時にですね、荷物を置いたまんまでも、まあ、一応ね、貴重品とかはダメなんでしょうけれども、でも、ロックがかかるので、例えばパソコン広げてますみたいな状態で、この部屋を出て、コーヒー買って戻ってくるっていうのが可能ですというところはかなり楽でいいですね。まあ、ちなみにですけれども、奥行きがない机で、ど真ん中にこのね、コンセントがあるんですよ。まあ、これはね、ちょっと注意が必要ですよね。これ、今僕、すごい短い延長ケーブルをこう挿してるんで、横向きにこのね、充電器がありますけれども、これ、このまま縦に充電器が来てしまうと、こんだけね、机50センチしか奥行きがない机の上で、奥行きをロスるので、それを考えると、やっぱこういうね、まあ、フレキシブルなケーブル。これね、あるといいですよ。よくね、カフェとかでも、電源貸してくれるところあるんですけど、机の形状によってはですね、コンセントが、まあ、この四角い箱が邪魔で、このね、アダプターが挿せないっていうのよくあるんですよね。なんで、これはですね、角度が、まあ、こうやって変えられるやつなので、これいいですよね。あと、ね、新幹線で移動の時だと、新幹線の、まあ、こう、横についていたりとか、あとはグリーン車なんかだと、新幹線のまあ、アームレストの下とかにですね、コンセントがついてたりするんですけど、そういうところにですね、コンセントを挿すときに、これが、まあ、水平より下向きに穴があるタイプのところに差し込んでしまうと、これ自重で落っこちるんですよ。なんで、一旦これで挿しといて、こう別のところ、落ちないところにこの本体を置くっていうのが、結構重要だったりするので、まあね、移動中、いろんなところで使う、ホテルで使うこともありますし、ですね、新幹線の中とかですね、まあこういう場所で使うことがある人はですね、このめっちゃ短いケーブルっていうのを1個持っておくとですね、案外良かったりしますよということで、まあちょっとしたハックかなという気がします。まあ今回はですね、まあ仕事も、ちょっとね、空いてる時間でちょっと作業をしようというのもあってですね、まあここを借りてはみたんですけれども、それもですけれども、まあ、なんですかね、このご時世でマスクをしなくても大丈夫な空間みたいなのが、まあ、ここにあるっていうのは、かなり楽でいいですよね。まあ、待合室にもですね、ちょっとしたテーブルみたいなのがあって電源取れるところはあるんですけれども、そこで作業しようと思うと、ずっとマスクをした状態でですね、まあ、例えば1時間とか2時間とかそこにいようと思うと、かなり、まあ、ね、それはそれでしんどいっていうのがあってですね。それを考えると、このブースがこうやって使えるのは、まあ、ある意味ありだなと。もちろん Wi-Fi とかもね、利用できるようになってるので、そこら辺もですね、なかなか気が利いてていいかなというふうに思いますよ。もちろんですね、1時間800円近くっていうのを、まあ、安いと見るか高いと見るかっていうのはあるんですけれども、このなんか気楽な感じっていうのが、ちょっとだけ欲しいっていう、まあ、それもね、10分15分だったらまあいいかなと思うんですけれども、この1時間ぐらいってまとまったところでですね、パソコン作業に集中できる場所があるっていうのはなかなか、いいなというふうな気がしました。これ、他の駅とかにもですね、ちょこちょこいろいろあるみたいなので、で、こういうブースですね、いくつかサービスが別々にありそうなので、ちょっとね、登録がめんどくさいっていうのはあるんですけれども、まあ、あれですね、ホームグラウンドじゃないところで仕事するときには、まあ選択肢として知っとくのもありかなというふうな気がしました。ということで、ちょっくらここで仕事をしてから、現場に向かいたいと思います。ということで、今日はこんな感じでした。以上です。